それではこの動画ではね、ジョージロックを安全に行うための、ロックジョイント GB での取り組みをお話しいたしますので、最後までしっかり見てください。まず一つ目ですね、新型コロナウイルスの感染症対策についてお話しさせていただきます。一つ目、マスクの着用を必ずお願いいたします。出演されていないバンドの皆様は演奏中、ステージに上がっている際にはマスクを外してもらって構いませんが、ステージを降りた後、楽屋だったりね、荷物置き場にいるときは必ずマスクの着用をお願いいたします。そしてお客様ももちろん、ライブを見られているときは必ずマスクの着用をお願いいたします。そして2つ目、検温させていただきます。こちらもね、受付にて、お客様、出演者のみんな、必ず受付で検温させていただいております。そしてね、万が一ね、 37.5 度以上の方いらっしゃいましたらご入場いただけませんので、そこはご理解をお願いいたします。そして3つ目、手指の消毒をお願いいたします。ロックジョイント GB には受付だったりね、カウンターに消毒するものございますので、こまめなアルコール消毒をお願いいたします。お手洗いにね、行った際だったり、何か飲食をした後だったり、何か触った後、こまめなアルコール消毒をお願いいたします。そして4つ目、消毒マップで靴底面の消毒をお願いいたします。こちらも受付に、受付入るときにね、緑のマットございますので、こちらもご協力お願いいたします。そして5つ目、ご入店の際、受付にてお名前、ご連絡先のご記入をお願いいたします。こちらは、万が一ね、ジョージロックを行った際にクラスターなどが発生してしまった際に、こちら保健所に提出させていただきますので、こちらご協力お願いいたします。そして6つ目、ソーシャルディスタンスにて、協力いただきご自衛をお願いいたします。こちらもね、普段フロアでライブを見られているお客様だったりね、バンドマンもいることが多いので、必ず、人と人との距離を空けてライブを楽しんでください。それがね、みんなが安心してライブを楽しむことにつながるかと思いますので、ご協力お願いいたします。そして、空気清浄機、空気清浄機がフロアにですね、現在 GB は、5つございます。ですので、ね、空気しっかり清浄されておりますので、ぜひぜひご安心ください。そして2つ目、入り口にてアルコール次亜塩素酸の消毒液をご用意しております。これもね、先ほど触れたみたいに、受付だったり、受付のみならずカウンターにも消毒液ございますので、ぜひぜひご使用ください。そして、トイレ便座除菌液の配置、便器の、ね、ところにアルコール消毒置いておりますのでね、気になる方はぜひぜひそこを使っていただいたと思います。そしてドアノブ等の消毒、こちらは、ロックジョイント GB のスタッフがこまめに、受付のところのドアだったり、お手洗いのドアだったり、皆様が、ね、触るであろう場所をこまめに消毒しておりますので、ご安心ください。そして、ロックジョイント GB の設備には空気の循環を強制的に流す装置があります。こちらはね、まあ、文字の通り、GB 内の空気の、空気を強制的に排出し、外の空気を強制的に持ってくるという、ね、ものがございますので、そちらも、ね、空気清浄きれいにできております。はい、以上が新型コロナウイルスの感染症対策となっております。どれもね、皆様が安心安全に、ライブをやる上で大切なことですので、ご理解ご協力をお願いいたします。そして、ジョージロックを行う上で、大切な、注意事項を3つお話しさせていただきます。1つ目、時間厳守。ジョージロックね、転換が10分、演奏時間が10分で今大会を行っております。こちらの時間は必ず厳守でお願いいたします。次のね、バンドの演奏だったりイベント自体の進行を妨げることになりますので、こちらは必ず厳守で、舞台監督として当日僕がステージにいますので、舞台監督の僕の指示にしっかり従って、スムーズな進行をお願いいたします。そして2つ目、万が一体調が悪いなどがある際は無理をせず、お近くのスタッフにすぐお声掛けください。できる限り対応しますので、協力お願いします。そしてあと、はい、危ないこと禁止です。はい、危ないこと禁止です。まあないと思いますけど、火使ったり水使ったり、あとまあね、こういう時期っていうのはもちろんありますが、それ以上に危ないので、モッシュだったりダイブだったりね、人が怪我しそうな事故が起こるようなことは必ず禁止でお願いいたします。はい、ということで、ざっとお話ししましたが、以上でジョージロ君注意事項終了したいと思います。